皆さん、こんにちは。今日は、日本が誇る永遠の美少女、女優の内田有紀さんの魅力に迫ります。48歳とは思えない若さと美しさを保ち続ける内田さんの秘密を、その波乱万丈な人生と共に紐解いていきましょう。2024年5月29日、神宮球場で行われたプロ野球の交流戦、ヤクルト対ロッテの始球式に内田有紀さんが登場しました。約30年ぶりのマウンド、ノーバウンドとはいきませんでしたが、綺麗な姿勢で振りかぶり、山なりのボールを捕手のミットに届けました。その姿はまるで時が止まったかのような美しさでした。ネット上では奇跡の48歳、20代前半にしか見えないと驚きの声が相次ぎました。内田さん自身も年齢を重ねても始球式にお声掛けいただいたので感謝の気持ちを込めてマウンドに上がりましたとコメント。その言葉には年齢を重ねることへの誇りと感謝がにじみ出ていました。内田有紀さんのキャリアは1989年、中学2年生でのモデルデビューから始まります。その頃の内田さんはまだあどけなさの残る少女でしたが、すでにその美しさは人々の目を引いていました。 CM に出演し一躍注目を集めた彼女は瞬く間に日本中の憧れの的となりました。1992年にはその時ハートは盗まれたで女優デビュー。初々しさと同時に真の強さを感じさせる演技で観客を魅了しました。そして1994年、天下を取ろう、内田の野望で歌手デビューを果たします。この曲でオリコン史上初となる女性ソロ歌手のデビュー曲初登場1位を記録。まさに90年代を代表するマルチタレントとしてその名を轟かせたのです。しかし内田さんの魅力は若い頃だけのものではありません。むしろ年を重ねるごとに増す艶やかさこそが彼女の真骨頂と言えるでしょう。ではその美しさの秘訣とは一体何なのでしょうか。内田さんの波乱万丈な恋愛遍歴がその美しさを磨き上げてきたのかもしれません。2002年、内田さんは俳優の吉岡秀隆さんと結婚します。北の国から2002遺言での共演がきっかけでした。結婚式には北の国からのメンバーも集まり盛大に行われたそうです。まるでドラマの中のワンシーンのような幸せな光景だったことでしょう。しかしこの結婚生活はわずか3年で幕を閉じます。2005年、2人は離婚。吉岡さんが家を空けることが多く、すれ違いが原因だったと言われています。子供がいなかったこともあり、セックスレスの可能性も指摘されました。結婚を機に芸能界を引退していた内田さんでしたが、離婚を機に女優活動を再開。この経験が彼女をより魅力的な女優へと成長させたのかもしれません。離婚後、内田さんの恋愛は新たな展開を見せます。2007年には人気お笑い芸人の千原ジュニアさんとの熱愛が噂されました。松本清張スペシャルでの共演がきっかけでした。ドライブデートの様子が週刊誌に撮られるなど、交際の事実はほぼ確実でした。しかしこの恋も1年ほどで終わりを告げました。2009年からは俳優の柏原隆さんとの交際が報じられました。柏原さんはジュノン・スーパーボーイ・コンテストのグランプリ受賞者で、白線流しやいたずらなキスで人気を博したイケメン俳優です。2人は6年以上の長期交際を続け、同棲しているという情報もありました。結婚も噂されましたが、残念ながら破局したようです。内田さんの魅力は恋愛だけでなく、その演技力にも表れています。2010年公開の映画「バカ者」では、成宮博樹さんとの濃厚なラブシーンを披露。下着姿やバスタオル姿でスタイル抜群の体を大胆に披露し、セックスシーンでは自然な演技で見せました。この演技の自然さに、ファンは釘付けになったそうです。年齢を重ねても衰えない美しさと、成熟した女性としての魅力が、この作品で遺憾なく発揮されたと言えるでしょう。若い頃の内田さんといえば、過激なグラビア撮影にも挑戦していました。ハイレグ水着姿は今でも根強いファンがいるほどです。その写真には、うっすらと写ってはいけないものが写っているということで話題にもなりました。当時の内田さんの大胆さと、
同時に持っていた清純さが多くの人々を魅了したのでしょう。そんな内田さんですが、実は意外な一面も。かつてラジオ番組で、男の乳首は座れるためにある、私はあそこの毛が薄いんです、など過激な下ネタを連発し、リスナーを驚かせたこともありました。日本中のリスナーが彼女の激しすぎる下ネタに唖然としたというエピソードが残っています。この大胆さと自由な発想が内田さんの若々しさを保つ秘訣なのかもしれません。年齢を重ねても心は常に若々しく、新しいことに挑戦し続ける姿勢が彼女の魅力を一層引き立てているのでしょう。内田有紀さんの魅力は単に見た目の若さだけではありません。さまざまな経験を重ね、そして乗り越えてきたからこそ醸し出される大人の色気、それが48歳になった今も多くの人を魅了し続ける理由なのかもしれません。彼女の生き方は年齢を重ねることを恐れず、むしろそれを楽しむという現代の女性たちへのメッセージにもなっているように思えます。モデル、女優、歌手としてのキャリア、結婚と離婚の経験、そしてさまざまな恋愛を経て、内田さんは今最も輝いているのかもしれません。内田さんの美しさの秘訣はおそらく外見的なケアだけではなく、内面からあふれ出る自信と輝きにあるのでしょう。彼女の経験豊かな人生がその魅力をさらに深みのあるものにしているのです。また内田さんの活躍は年齢を重ねることへの恐れを払拭し、むしろそれを自信に変える力を持っています。48歳で始球式に挑戦し、見事にその役目を果たした姿は多くの女性たちに勇気を与えたことでしょう。内田有紀さんの今後の活躍にもますます目が離せません。女優としてのキャリアはもちろん、モデルやタレントとしての活動も続けていくのでしょうか。またプライベートでの幸せも気になるところです。彼女の魅力の秘密について皆さんはどう思われますか？若さを保つコツは何だと思いますか？内田さんのように年齢を重ねても美しさを保ち続けるためには、外見的なケアだけでなく心の若さを保つことも大切かもしれません。新しいことに挑戦する勇気、失敗を恐れない姿勢、そして何よりも自分自身を愛し大切にする気持ち、これらが内田さんの魅力の源になっているのではないでしょうか。皆さんも内田有紀さんのように年齢にとらわれず、常に新しい自分にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。それが内面からの輝きを生み出し、年齢を超えた魅力につながるのかもしれません。内田有紀さんの魅力は単に外見的な美しさだけでなく、その生き方にも現れています。彼女は常に新しい挑戦を続け、自分自身を成長させてきました。そんな姿勢が年齢を重ねても衰えない魅力の源となっているのでしょう。また内田さんの経験豊富な恋愛遍歴も彼女の魅力を深めているように思えます。さまざまな恋愛を経験することで人間としての深みが増し、それが演技や表現力にも反映されているのではないでしょうか。私たちも内田さんから学ぶことがたくさんあります。年齢に関係なく常に前を向いて挑戦し続けること、自分自身を大切にし愛すること、そして経験を糧に成長し続けること、これらが内面からの美しさを引き出す秘訣なのかもしれません。内田有紀さんの今後の活躍にも引き続き注目していきたいと思います。彼女の生き方や魅力から私たちはきっとまだまだ多くのことを学べるはずです。ぜひコメント欄で内田有紀さんの魅力や皆さん自身の若さを保つ秘訣について教えてください。皆さんの意見を聞くのを楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。美しく年齢を重ねる方法についてさらに探っていきたいと思います。お楽しみに。